今回はずっと素顔隠してたキャラの素顔バレってめちゃめちゃハードル高いよねと考えるみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。作者の画力と力量が試されるというか、顔バレ直後にある18A がバクマしたの笑った。まあそりゃそうなるか。どんな子だろう、可愛いといいなって思ってたら想像以上に可愛い子が出てきて、ホリーはすげえなってなったし、お城くんはファンから殴られることになった。素顔が想像以上に可愛かったためにお城くんに嫉妬する読者が続出したの笑う。ミスコンで優勝できるくらいの美少女という設定で上がったハードルを飛び越えた例。常時透明で外見を気にしないから伸ばし放題なのと美少女であることを両立した神デザインきたな。ハードルを超えれなかった人、いや G であることは別に良いんだよ。 G でも魅力的なキャラはたくさんいるし、なぜ素顔を晒した途端に小物化した？正しくダメな見本になってるのはそれはそれですごい。先生自身コミックスのコラムで、理系なら顔隠す意味ねえだろ、でも仮面の下がヨボヨボのジジイで喜ぶやついるか、おらんわって反省書いてるという。般若、どんな人物にも変装できるよう顔を潰したとか、富士顔自体は美形だが身体が異形とか、それ以前の覆面キャラは無難に落とし込めてるだけにね。これに限らずは月先生のなんでダメだったかまでを言語化した記録、更新の漫画家にすごい恩恵与えてるよなと思う。映画版で傷を負ったイケメンにして最後まで強敵感を維持したままにしたのは了解編。キネマ版だと美形になったけど、倒す相手が全員いつの間にか小物になってしまう。著作者を悩ませる斎藤と当たったせいで、これまた小物になってしまった。作者が仮面キャラは美形かフリークスでないとならないと学んだって武装錬金で書いてたな。そして学んだ結果こうなった。ゼロスーツサムスいいよね。呪術のバカ目隠しの初顔出しはうまいことやったなぁと思う。イノスケなんかも成功した例だな。ぐるぐる B 底メガネとかいう一周回って美少女しか描けないアイテム。瓶底メガネ娘だけは外した方がいいというか、メガネ娘と瓶底メガネ娘は別物だよね。後者は目元の造形が隠されてるから実質覆面キャラ。そうよな、可愛い目してるし実質美少女。うざい方のヒーラーの保護者たるアルビンさんはきっと最後まで読者に素顔を晒さないんだろうな。思ったよりイケメンだった鋼鉄塚さん、ただだからこそ結婚できないのは性格子なんだなって印象が強まった。イケメンっていうより吉祥夫とか男前って言葉が似合う顔してるよね。筋肉ムキムキのかっこいい身体にクソ男前の頭が乗っちゃって、もうまさに黙ってりゃモテるを体現したようなやつだ。個人的には最初の神秘的な登場からあのひょっとこが出てきたのも割とびっくりしたよ。こういうパターンって意外と見かけないよね。パッと思いつくスカーフェイスはジャギだな。口調が途切れ途切れなのは傷跡が引きつって喋りにくいからだったという。イノに関しては素顔より引っ越してきてレギュラー入りしたことの方に驚いたよ。ハガクレちゃんは普段見られることないから気を使ってなくて髪ボサボサってのがまた可愛い。ゴールデンカムイの優作殿は説得力しかなかった。鋼の錬金術師は100点。この顔で不気味がられるならともかく、笑われて子供にいじめられるの、あの世界の民間人やっぱおかしいわ。実は生き別れの兄弟とかクローン的存在とか素顔が主人公側の誰かと全く同じなのもよし。顔中をうんこまみれにすることで合法的に素顔にモザイクかけるとかいうアクロバティック素顔公開、普通に顔出す日は来るのかどうなのか。モブサイコの爪の支部長、言動や性格好から美容女だと思わせて正体はなやつ。知らないやっこだけど誰もが知ってる顔。オダッチってやっぱ天才だわ。怖い、震えが止まらねえ。正体は過去キャラのあいつだろうなと思いきや、完全に予想外のやつが出てきたパターン。まさかあの顔であんなキャラだったとは思わないじゃん。ボス大好き乙女系男子がイケオジなのよかった。袋をかぶるようになったのも弟子のため一族から落ちこぼれ扱いされてたなのがエモい。バロのマスターチーフ、ドラマ版でやっと素顔公開に。まあ別バース扱いのドラマだからやれたって側面もある。そもそも公式設定で茶髪の茶色い目設定あるし。C
正体は敵方に潜伏していた仲間だと思ったらやっぱり化け物でした。漫画版アルスラン戦記のヒルメス素顔判明シーン。顔半分を覆うやけど足すバチギレ顔でかなりおっかなく見えたけど、よく見ると美形だとわかる、いい塩梅だと思う。ワンピだとキングも正統派イケメンでよかったな。天ぷらうどんの変顔からは想像できなかった。ロボット包帯素顔の2段構え、中身からっぽという逆転の発想。素顔が少しでも現れると腐ったドブ川を魚が泳げるほど清く澄んだ川に変え、鋼鉄を雨のように曲げ、死んだ超人を復活させるほどの強烈な光を放つ。そもそも筋肉マンのあの顔が実はマスクなの知らない人多そうだよね。え？昔テレビの漫画特番だったかで、衝撃の事実みたいにやってたことあったし、そういう人結構いそうだよね。正直俺もそれで初めて知った。おしゃぶりのインパクトとずっとつけてたから、特に大きく素顔隠れてたわけじゃないけど、外した時おーってなった。コエンマ、ところどころ未熟な少女めいた雰囲気がセリフの端々から感じられたのはミスリードで、実際は幼稚なジジイだった。素顔を読者に見せないで、見たキャラの反応だけで表現したやつ。ドクターストーンのスイカも中身美少女、目が悪くてすぼめた顔になるの2段構えだったな。素顔公開シーンなんだけど、別ベクトルでインパクトすごかった人。ワンパンマンの甘いマスクはあの顔だからこそ良いよね。ルッキズム野郎だと思ってたけどめっちゃかっこよかった。個人的に醜い姿を表して魅力が増したパターンのキャラで好きなのがこいつ。素顔バレ前までは強さに関わってヒーロー裏切るとかクソ小物やんと思って、多分余計にギャップがあった。真っ先に思い浮かんだのがオビトだった。ハズビンホテルの天使連中、あれが素顔だと思ってたらヘルメットだった。色白のイケメンってことだけは確定してるゴブリンスレイヤーさん。そりゃ見たいけど、しっかり顔見せするときはほぼ最終回なんだろうなって考えると非常に複雑な気分ではある。主人公の兄と同じ顔からのミワ兄とは全くの別人という、ある意味衝撃の展開をやった人。ミスリードとしてはうまい形だったな。シーソーに直結するし、声とかどう考えても兄貴なんだが、兄貴はデビルガンダムのコアになってるし、普通に退治することもあるし。旧アニメ版でロビンマスクの素顔をはっきり映したのは意外だった。